私の名前はパニコ、26歳の会社員です。結婚は早かった方で、旦那のトモキとは結婚5年目になります。トモキは外面がとっても良くて、結婚が決まった時から今の今まで、いい旦那さんじゃん、羨ましい、なんて周りから言われてきました。しかし、まだ子供もいないせいか、旦那は未だに遊び癖があるというか、外に遊びに行くわけではなく、家に人を招くのが大好きなんです。私だって仕事をしてるっていうのに、帰って早々に、今日これから同僚来るから夕飯準備して、なんていきなり言われるなんて、日常茶飯事。それだけではなく、せっかくの休みにも、母さんが今から来る、なんて30分前に言ってくるんですよ。もちろん買い出しもできていないので、ろくに準備もできずにお母さんを迎えると、私だけが文句のオンパレードを受ける羽目になるから、本当に嫌になっちゃう。自分が招いた客だっていうのに、トモキは何もせずに、ただ座っているだけで、いつも準備をするのも、もてなすのも、片付けも、私が一人でやってるんです。もうこんな生活が、かれこれ5年。私は正直、休むに休めないこの生活に、うんざりしていました。ただいまー。先に仕事を終えて帰ってきていたので、夕食の準備をしていると、トモキも仕事から帰ってきました。おかえり。と、トモキがいる方へ顔を向けると、お邪魔しまーす。え？そこには、いつもの同僚の人たちとは別の人たちが数人立っていました。こいつら俺の部下たちだ。嫁なんだからもてなせよ。みんな腹すかしてるから、早くな。ちょっと待って。こんなにたくさん。あのさ、連絡ぐらいちょうだいよ。いつも言ってるでしょ。仕方ないだろ。こういうのは急に決まるんだって。やっぱ、急に押しかけちゃうのはまずかったじゃないですか。すみません、奥さん。いやいや、いいんだって。こいつなんやかんや、人をもてなすのが好きだから。の、そうだよな。はぁ？まあ、とりあえずさっさと作れよ。ちゃちゃっとやれよな。部下の人たちは空気を読んで、申し訳なさそうにしているってのに、トモキは悪びれもしないだけではなく、むしろ、私が人をもてなすのが好きだっつったか？ああ？でもね、来てしまったものは仕方ない。急遽準備していた夕食は中断して、冷蔵庫にあるもので鍋を作ることにしました。今日は冷蔵庫に食材があったからいいものの、何もなかったら買い物に行かせたわけ？こうやって、なんやかんや準備してしまうのが良くないんだろうとも思いますよ。でもね、やっぱり追い返すのはちょっと。分かってはいるのですが、もう家に来てしまっている人たちを追い返すなんてことはできないという葛藤と、毎回戦って負けてしまうんです。夕食を終えると、トモキの部下たちはそそくさと帰っていったので、いつもの同僚たちよりはマシでした。同僚たちだったら、このままここで飲み会を始めていただろうからね。私が片付けをしている間も、トモキはのんきに趣味のゲームをしていて、手伝う気はもちろんゼロ。こんな、勝手に呼んどいて片付けまで私任せ。一発やってやろうかと拳を握りしめましたが、振り上げる気力は残っていませんでした。明日は仕事も休みだし、ゆっくり寝よう、と、ゲームしているトモキを横目に眠りにつきます。そして、まだ外も薄暗い時間に、トモキに叩き起こされることになるんです。おい、パニコ、起きろ。何よ、こんな時間から。時計を見ると、まだ朝の5時。そういや、今日、母さん来るんだったわ。ほら、母さん来るから、朝飯準備して、早く。はぁ？朝の5時に何言ってんだこいつ。私はもう限界でね、朝一で怒鳴っちゃいましたよ。あのさ、誰かが家に来るときは前もって行ってって言ってるでしょ。昨日言ったばかりなのに、もう脳みそから抜け落ちたわけ。なんでいつもこうなのよ。しかし、トモキはヘラヘラしながらこう言ったんです。だから前もって言ってんじゃん。まだ時間あるしさ。余裕余裕。ほら、起きて準備しろよ。そうじゃないでしょ。こんな早朝のどこが前もってなのか説明してみなさいよ。7時に来るから今言ってやってるんだよ。2時間前だぞ。だいぶ前もって言ってるじゃないか。はぁ？もう朝から頭が痛いったらありません。私が言っている前もっての意味をゼロから説明しなくちゃ伝わらんのか。なら、その2時間前に起きてるともきが準備したらいいじゃない。昨日も部下の人たちが急に来たのに準備したのよ。今日こそは寝てやる。自分で何とかして。俺は今からクエストがあんだよ。知らん。使えねえ嫁だな。ともきが言っているクエストっていうのはゲームの話。起きたんじゃなくて、寝ないでゲームしてたの間違いみたいね。ったく、ありえないわ。ゲームする時間があるなら自分でやれという気持ちでした。自分の家だというのに、毎日違う人が入れ替わりやってくるので、私は心身ともに休む暇もありません。だからね、今日は断固拒否。今日は絶対に動かない。休んでやるんだ、と決めました。大体、お母さんもなんでわざわざ休みの日に朝ごはんを食べに来るのよ。実はこれも珍しいことじゃないんです。別に用事もないくせに、いっつもこう。せめて自分で連絡してこい、と何もかも不満で仕方ありません。もう離婚したい。私の中でずっと考えないようにしていた思いが固まろうとしていました。私はそこから自分で思っていたよりも疲れが溜まっていたのか、そのままともきに背を向けて目をつむると、すぐに眠りについてしまったんです。眠りについてどのくらい経ったんだろうか。なんだか騒がしいな、と誰かが私に話しかけてる声で目を覚まします。やっと目を開けたわね。目を開けると、眉間にシワを寄せた義母が視界に入ってきて、大きな声でそう言います。わっ！お母さん？ここは寝室。普通、嫁が寝ているとこに入ってくる？いやいや、この人なら入ってくるか。あなたね、なんなのよ、朝からダラダラして。私が来ること知っててこんな態度、どうかしてるわ。ともきは不眠で眠れてないっていうのに。はい？何を言ってるんでしょうか。いえ、ともきは不眠なわけじゃな、あなたの意見を聞いてるんじゃないのよ。そうやっていつも適当なこと言って、あんなにクマを作ってるのがわからないの？はあ、適当なことを言ってるのはどっちなんでしょうか。クマなら私の方がすごいと思いますけどね。それでともきは？さっき寝たところよ。ああ、そうですか。ああ、もう子供を産めないどころか、旦那のお世話すらできないなんて。なんであなたなんかと結婚したのかしら。そうですね。あははは。あら、奇遇ですね。私もなんであの人と結婚したのかしら、と思っていたところなんですよ。気が合いますね。と、心の中でピキピキと音を立てながら、私の中でますます怒りが溜まっていきます。まともに相手にしたくないので、適当な態度で話を聞き流していると、義母は呆れたようで、文句を言いながら帰っていきました。それでね、台所に行ってみると、冷蔵庫は嵐に荒らされ、こんな短時間で大量の洗い物とゴミが散らかっていました。意地でも今日は休むと言い放ったのはいいものの、起きたらもっと仕事が増えてるなんて、ここは地獄なんじゃないかと錯覚してしまいましたよ。ソファーでいびきをかきながら、ぐーすか寝ている旦那が、こんなに憎たらしいと思ったこと、あったかしら。私が無気力にともきを見ていると、目を覚ましたともきが起きて早々、にやつきながらこんなことを言いました。ああ、寝た。まあ、パニコ、母さんにきっちり怒られたか？プッチーン！固まりつつあった思いが固まった瞬間でしたよ。こいつとはやっていけん！離婚だ！旦那はどうしようもない身勝手人間で、義母には子供が産めないと嫌味を言われる日々。子供がいれば状況は変わっていたでしょうか。いいえ、まずこいつが親になれるとは到底思えません。そう、私はこいつらに見切りをつけることに決めたんです。それにね、私にはもう一つ切り札が。実は子供ができない理由だってはっきりしているんですから。覚悟しとけよ、この野郎。私はともきに向かってぽつりと宣戦布告。あ、なんか言った？ともきが何か言っていましたが、無視無視。私は鬼の形相で扉を思いっきり閉めました。そして近くに住む姉のパネーのところに逃げ込むように家を出たんです。パネーは昔から不思議な力を持っていて、突然連絡もなしに行ったというのに、チャイムを鳴らす前に扉を開けてくれました。そろそろ来る頃だと思ってたの。え？さあ、仕返しする心の準備はできてる？うふふ。わあ、さすがパネー。もちろん、とことんやってやるわよ。離婚するなら、有利に離婚しなくちゃ、今までの苦労は解消されないってもんですよね。いしし。パネーには見えてることがいろいろあるようで、協力してもらいながら離婚と仕返しの準備を整えることにしたんです。その後も数日パネーの家でお世話になりましたが、その間も友樹や義母からの大量の着信、私の職場にまで連絡が来ていたので、上司に事情を話して、私にはつなげずに切ってもらうことにしました。そして私が家を出てから数日後、その日は仕事が終わるなり、友樹に今から家に行くということを伝えて家に向かいました。そうなの。離婚の準備が整ったってことです。家の玄関を開けると予想していた通り義母の靴がありました。私のことを一緒に待ち構えているのね。そして私が玄関に入るなりドタバタと身勝手な親子が出てきました。やっと来たな。家出なんて子供じゃないんだからやめろよな。第一声がこれ。時間はたっぷりあったのに、私が家を出た理由を考えもしなかったんですね。わかりきってたけど、本当に呆れるわ。ともきに続いて義母もごちゃごちゃ言い始めましたよ。こんなわがまま嫁、息子に迷惑ばかりかけるんじゃないよ。まったく、迷惑かけているのはあなたの息子ですよ。実は、一緒に来てもらっている人たちがいるので、私はその人たちを家の中に招きました。入ってきて大丈夫ですよ。お父さん？何してるのよ。そうです。私が招いた一人目は義父。どうやら義両親は仲が悪いようで、義父と顔を合わせたくない義母は嫁の手伝いをするという理由をつけて、うちに頻繁に来ていたり、他にもホスト通いなんかして遊び歩いていたみたいなんです。私がどんな目に遭っているかということと、義母の遊び癖の真実を話して一緒に来てもらいました。あなた、うん。義母はなんだかそわそわし始めましたが、ともきは涼しい顔をしています。あのな、父さんを呼んだって、お前に不利になるだけだぞ。俺の父さんなんだから。黙れ！うわっ！義父に一喝されて、短い悲鳴とともに、キュッと縮まったともき。家庭を持った息子に干渉しすぎるのも、嫁さんに悪いと思って、今まではあんまり干渉してこなかったが、お前の手たらくは何なんだ！全部聞いたぞ。するとここで義母が口を挟んだんです。あなたどうして友樹を叱るんですか。友樹の話を聞いてくださいよ。聞いて状況が変わるなら嫁さんが離婚なんて考えんだろ。お前こそホストで遊んでるくせに自分のことを棚にあげるな。なんですって。ちょっと待てよ。離婚？今離婚って。そうよ。その話をしに来たに決まってんでしょ。予想もしていなかったようで、ともきはびっくり。いやいや、どこまでのんきなわけ？普通予想できるだろう。お前、そんな勝手な、急に離婚だなんて言われたって、お前、身勝手すぎだぞ。それに、大体もう一人のその男は誰なんだよ。離婚したいのは、そいつと不倫してるからじゃないのか？はぁ、呆れた。私が不倫ですって？二人目、この人はね。勘違いしないでくれる？こちら、弁護士さん。今回、パニコさんの依頼で、離婚の手続きを一緒に進めさせていただきます。今ここで、離婚届にサインをして。あなたとはこれ以上やっていけないから。何言ってんだ。卑怯だぞ。はい？俺は離婚されるようなことはしてないぞ。こんなに根回しまでして、自分が正しいとでも言いたいのか。なら言わせてもらいますけど、奥さんを家政婦扱いして好き勝手してる旦那なんていらないんだっつーの。こんな。ともきは状況が分かっていないのか、私に拳を振りかざしました。でもね、その瞬間、即座に弁護士さんがこう言ったの。その行動は脅迫行為として取り扱わせていただきます。今までの行動も含めて、慰謝料の件は整理させていただきますので。な、な、って、そもそもこの無能嫁側。ああ、今の発言も、こちら側に有利に使わせていただきます。録音しているので、言い逃れもできません。いや、俺は悪くない。母さんだって、普段からこんな嫁は役立たずだって言って。なるほど、なるほど。たまき、あんたもう口聞かない方がいいんじゃないの？そうですね。おとなしくサインをした方がいいと思いますよ。いやー、心強いねー。弁護士さんを雇ったのも、一緒に来てもらったのも、全部パネーの助言。義母の遊び癖を教えてくれたのも、パネーなんです。敵に回す相手を間違えたみたいね。いしし。そんなこんなで、ともきはしぶしぶ離婚届にサインをしました。さーて、まだまだ仕事は残ってますよ。私が連れてきた人は、まだいるんです。じゃあ、指定した家具は全部運び出してください。私がそう言うと、家の中に続々と入ってきた人たち。引っ越し業者さんに来てもらってるから、結婚した時に私が持ってきた家具や電化製品は全部回収させてもらうわね。は？おい待てよ。ここは俺の家だぞ。そうね、賃貸とはいえ、ここの支払い名義はともきよね。でも、ここにある家具は、全部私が独身時代に使っていたものよ。あんたのものなんて、何一つないじゃないの。そうなんです。ともきは結婚するまで実家暮らしだったので、一人暮らしをしていた私が使っていた家具や電化製品が、この家にはたくさんあります。私が私のお金で買ったものなのに、置いていってあげる義理なんて、ないですからね。次々に運ばれていく、家具や電化製品を見て絶望しているともき。ちょっと待ってよ、この子がどれだけあなたにお金をあげたと思ってるのよ。子供も産めないくせに。お前まだそんな口を聞くのか。いい加減にしろ。まったく減らず口は治りませんね。じゃ現実見せてあげますか。お母さん、最後なので教えてあげますけど、よーく聞いてくださいね。は？ともきの給料なんてたかが知れているので、生活全般を支えているのは私です。おまけに勝手に人を招いた時に飲み食いしたお金も私が出していましたし、ともきはゲームの課金癖がとんでもないんです。家に入ってくるお金なんて、勝手に口座から引き落としされてる家賃以外、ほとんどありませんでしたよ。なのに家計を支えてる私を家政婦扱いしてくるし、いくら言っても勝手に人を招くのをやめないし、お客さんが散々散らかした後始末も、毎回すべて私。そして、感謝の言葉もない上に、あろうことか、私を見下す始末。私ってお人よしだから、我慢に我慢を重ねていましたが、もう限界。大切な家族だと思っていたので耐えられたことも、愛がなくなったら現実が見えてきて、自分でもさっさと離婚すればよかったのにって、びっくりですよ。それからお母さん、子供も産めないくせに、なんて、私によく言えますね。え？私たち、検査したことあるんですけど。おい、その話は。ともきは焦っていましたが、そんなこと知ったこっちゃありません。だって、この真実を隠して私のせいにしてたのはあんたなんだからね。不妊検査したんです。私には何の問題もないって結果。妊娠しづらいのは旦那が原因なんですって。そんな検査結果を聞いて傷ついていたともきを支えようと私は頑張りました。今思えば、それもあってわがままを聞いてあげてたのかもしれませんね。正直、もしこのまま子供がいなくても大丈夫って決心もついていたんです。なのにお母さんは私を責めるし、ともきはそれを聞いても私をかばいもしない。俺はかわいそうなやつだから、優しくされて当たり前だと思ってる人とはやっていけません。顔を真っ赤にしてうつむいたともき。口を開けて固まっている義母。ともきの話なんか聞かなくてもいいな。パニコさん、本当に申し訳なかった。いえ、お父さんは謝らないでください。一緒に来ていただけただけでとても心強かったですから。話をしていると家具も一通り運び終わったようなので、じゃあ私たちはこれで失礼します。あとは弁護士さんを通して慰謝料の請求をさせてもらうから覚悟してね。おぎえ、私は母さんと今後の話をするから残るよ。もしまだともきや母さんがパニコさんに何かするようなことがあれば、すぐに連絡してくれ。はい、ありがとうございます。こんなに心強い義父なら、もっと早く頼っていればよかったと少し後悔しましたよ。そして私はすがすがしくこの家を後にしました。その後、友樹は家での体たらくが原因で離婚したことが会社で噂になり、同僚や部下からも距離を置かれるようになって孤立していったそう。よく家に来ていた同僚たちから私に連絡が来たんですが、迷惑をかけて申し訳なかったと何度も謝罪されました。まあ、誘っていたのは友樹だったんだろうし、上司からも人の家庭に迷惑をかけたことをかなり怒られて反省していたみたいだから、これを機に学んでほしいものですね。友樹は今回の離婚と会社で孤立したことがかなり精神的に来たみたいで、そのまま会社を退職したそうです。リボはというと、義父に離婚を言い渡されて家も追い出されたんだとか、ホストに貢いでいた借金もあるし、専業主婦だったので、家なし金なしですね。最初は友樹の家に転がり込んだみたいなんだけど、退職した後も友樹の課金癖は改善されることはなく、家賃滞納で2人して結局追い出されたみたい。今は友樹も義母も路上で寝泊まりしながら日払いのバイト暮らしをしてるんだって。もちろんここで終わりじゃないですよ。私が請求した慰謝料も未払いが続いていたので、しっかり財産差し押さえをさせてもらいました。自費なんてかけてあげるつもりないんで、全額払ってもらうまでとことんやってやるんだから。私は会社の社宅マンションが空いていたので、すぐに入ることができたんです。今は家政婦扱いされていた日々から解放されて、のんびり暮らしています。最近パネーが、趣味を見つけると幸運も寄ってくるわよ、なんて意味深なアドバイスをくれたので、体でも鍛えようかと思ってジムに通い始めたんですが、なんとそこで高校時代に憧れていた先輩と再会しちゃって意気投合。ジムに行く楽しみもできて、今度一緒に食事に行く約束もしちゃいました。これはもしや恋の予感？幸運ってこれのことだったりする？なんて浮かれていますが、あんな失敗はもう二度としたくないので、慎重に行きたいと思います。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。